はい、ですね、今日のネタはズバリこれでございます。人のカメラを褒めようということでございます。これどういうことかと言いますとですね、私カメラの動画いろいろ上げてるじゃないですか。それこそマイクロフォーサーズのやつもそうだし、フルサイズもね、安いフルサイズも撮ってますよって話とかいろいろやってるんですけど、コメントとかを見てるとなんかね、俺のカメラが一番、まあ言いたいことは分かるんですけど、俺のカメラが一番、他は雑魚みたいな人がたまにいるんですよ。それこそ私フルサイズも持ってるし APS-C も持ってるし1インチも持ってるしマイクロフォーサーズも持ってる、もういろんなもの持ってる、もう雑多に持ってる方なんですけど、なのであんまこだわりとかってそこまではないんですけど、なんかね、その画質がいいのはフルサイズに決まってるじゃん、当たり前ですよ。私持ってますもん、フルサイズもちゃんと安いとはいえね。だからフルサイズが画質いいなんて分かってるし、1インチの方が画質が低いって分かってるんだけど、それで突っかかってくる人多いんですよ。でね、ふと思ったんですけど、今カメラの業界ってやばいじゃないですか。それこそまあスマートフォンね、今これスマートフォンありますけど、ほとんどの人はもうスマホで十分、特にまあ私は持ってないですけど iPhone もね、カメラの性能がいいとかって言われてて、その趣味としてのカメラの行き場ってのがなかなかもうなくなってるじゃないですか。で実際、光学機器メーカーの売り上げも非常に落ちてるという段階で、同じカメラ好き同士で争っててどうすんだと。まあ、もちろんそのそれぞれのユーザーがああだこうだ言うことによって、その業界が進歩するとか技術が進歩するとか商品が良くなるってことはありますよ、ありますけれども、少なくとも買う側のユーザー同士で、俺はキヤノンが好きだからニコンは死ねだの、なんかそういうようなこととかって言ってる場合じゃないわけですよ。特に私はもう本当にニコン、まあ一眼レフはニコン多いですけど、ニコンも持ってるし、キヤノンのコンデジも、ビデオカメラも持ってるし、ソニーも持ってるし、パナソニックも持ってるし、オリンパスも持ってるし、ペンタックスだけはコンデジがちょっとあるぐらいですけど、もうほとんどのカメラメーカーのもの持ってるんですよ。でそういうね、そういう、なんていうかな、浮気性な身からすると、なんでね、そのカメラ好き同士でいちいち争ってんのかがよくわかんないわけです。だからこれからね、これ私の提案なんですけど、人のカメラを褒めようということってどうですか。人のカメラを褒めましょう。羨ましがるのとまた違う、褒める、ね、例えば、あ、何々さんのカメラ、何々のメーカーいいですよね、なんかこう人の肌がね綺麗に撮れていい感じですよねとか、何々のメーカーさんのレンズいいですよねとか、何々のメーカーさんのこの動画性能いいですよねとか、そういう褒めましょうよ、褒める。だから人の写真とかもそうですよ。よくツイッターとかに上がってきてる写真とか見て、なんかダメだクズだとかって書いてる人ってたまにいますけど、それ楽しいですか。楽しくないでしょ。褒め合いましょうよ。もうね、老い先短いカメラファン同士、まあもうおっさんばっかってもう決めつけて言ってますけど、老い先短いカメラファン同士ですね、仲良くしたらどうかなと思います。まあそういう意味では本当にただでさえね、いろんなメーカー、日本メーカーのね調子が悪い中で、光学機器メーカーもいろいろ困ってるわけじゃないですか。だからもうみんなで褒め合って、みんなでお金使って、みんなで楽しく過ごしましょうよ。それがねちょっと私言いたくて、動画を撮ってみました。なのでちょっと今後私のカメラ動画とか見てくださる方にもお願いなんですけど、私もうフルサイズの方が画質いいとか分かってます。それ以上に中盤の方が画質いいとか分かってますし、1インチとかマイクロフォーサーズの欠点も分かってますけど、全部楽しくやってるんですよ。なのでいちいちそういうので突っかかってこないでください。もう削除しますから、そういう面白くないっていうことは、突っかかってくるようなことは削除しちゃいますんで、よろしくお願いしたいと思います。そういうわけで、公園でお送りしておりますけれども、だんだん夕方の方が人が多いんですかね。夕方になってくるにつれ、犬の散歩の人とか、普通の歩きの散歩の人が増えてきたので、このぐらいにしておきたいと思います。それではまた見てくださいね。ぜひチャンネル登録だけよろしくお願いします。いろんな動画出してきますのでね。ではでは、仲良くしようぜ。